山本君ありがとうございましたやはり有事に備えてしっかりとシミュレーションするんだと訓練もするんだという、えー、総理のお仕事ちょっと垣間見れたような気がいたしますではお聞きします総理様々な事態を想定し各種シミュレーションを行っているそうでございますが、えー、仙台原発の稼働中の原子炉が弾道ミサイル等攻撃の直撃を受けた場合最大でどの程度放射性物質の放出を想定していらっしゃいますか総理 原子力規制委員会、田中委員長、えっと、ご質問ですが、航空機衝突を含めて原発が大規模に損壊した場合の対処施設は規制要求として求めておりますが、弾道ミサイルが直撃した場合の対策は求めておりません。 弾道ミサイルが直撃するような事態は、そもそも現職施設の設置者に対する規制により対処すべき性質のものではないと考えています。あの放射能が放出されるという事態は、したがって、弾道ミサイルによって放出されるという事態は想定しておりませんが、仙台1・2号炉の適合性審査では、原子炉格納容器破損の防止、あるいは、 放射性物質が異常な水準で、敷地外に放出されることを防止するための対策を求めると同時に、厳しい事故を想定し、対策の有効性を確認しています。それによりますと、えー、放射性セシウム137の放出量は、仙台1、2号機の場合には約5.6テラベクルと評価しております。ちなみにこの値は 福島第一原発事故で放出された量の約千分の1以下ということになっております委員長山本君。はい、えー、ということなんですが、今の答弁、あまりにも長すぎて、テレビご覧の方、何言ってるか全く分かんなかった方、大勢いらっしゃると思います。要はシミュレーションしてないんだと、シミュレーションしないんだと、ということをおっしゃったんですよね、委員長ねか。弾道ミサイルが飛んできた場合、原子炉、その近くに着弾した場合。 もしもそれが破損した場合に、一体どのような状況になるか、その漏れ出すっていうものに対しては、そ,あのそれは計算されてないということですよね。で、今言われたものに関しては、言わ,言われましたよね、福島の千分の一もちろん基準はあるんですよ、もしものことが起こった場合、千分の一だったり、百分の一とかっていう、うっすらとした、うっすらとした何かの基準は存在してるんです。だけど、皆さんどう思いますか弾道ミサイルが着弾したとする。 そのほかにいろんなミサイルが着弾したとして、原子力施設破壊されて、福島の東電原発の千分の一の放出量で済むと思いますかっていう話なんです。思えませんよね。どうしてそれをしっかりと計算しないのかという話になるんですけれども、あまりにもひどくないですか、これってね。で、これ、質問集書でね、質問したんですよ。家庭の質問であり、お答えすることを差し控えたいっていう話なんです。 家庭の話っていうけれども、これ、やっぱり家庭の話っていうと、やっぱりこれ、答えるの難しいものなんですかね、総理、これはあのお伝えしてなかったんですけど、やっぱりそういう、何が飛んでくるか分からないという状況の中で、家庭の話っていうのにはなかなか、それは答えづらいもん,なんですか安倍総理大臣、えー。この武力攻撃自体は、ですねその手段、えー、規模の大小、攻撃パターンが、 えまあ異なることから、ですね、えー、まあこれによる実際に発生する被害もさまざまであり、まあ、一概にえこれあのお答えすることはまあ難しいということでございます山本君。はい、まあ、一概に答えの難しい、家庭では答えられない、そしてこの安倍総理の名前でいただいた質問主意書でも、えー、家庭の質問であり、お答えすることは差し控えたいというようなお答えをいただきました。でも考えてみてみください今回の法案 中身、家庭や想定をもとにされてないですか、A 国が B 国に攻撃を仕掛けた、友好国の B 国から要請があり、支援、要求を満たせば武力行使ができるの、できないの、これ、家庭ですよね、家庭でしょ、家庭でよくわからないとかって、こにょごに言う割りには、家庭でどんどん物事を作っていこうとしてるんですよ。 家庭、想定でそこからシミュレーションしていって物事を、えー、作り上げていくっていうのは当然のことだと思うんです。都合のいいときだけ想定や家庭を連発しておいて、国防上ターゲットになり得る核施設に関しての想定、家庭、できかねますって。これどんだけご都合主義ですかって話だと思うんです。我が国を取り巻く安全保障環境、著しく変化してるんでしょ飛んでくるかもしれないんでしょミサイル。中国が、北朝鮮が、 いろんな話をされてるじゃないですか、10分で到達、到達します、え、で、飛んできたときは、何もできてません困りますよね、それ、本気で守る気あるんですか、この国に生きる人々の生命、財産、幸福追求権守るんだったら、一番脆弱な施設、しかも各施設をどのように防御するかということを考えなきゃいけないのに、その逃がす方法も千分の一百分の一その程度の放出量でしかないなんて、これ、なんなんですか、意味がわからない。 続けますこの先ほどお示しした質問収意書、避難計画、防災計画作成の必要性は、最大で何キロメートル圏の自治体に及ぶと想定していますかと質問しました、でもこれ、答えなかったんですよ、おかしくないですか、何かあったときにどの範囲で避難するか、どのような方法で避難するかということは決められてなきゃいけない、国民の生命、財産、幸福追求権守るんでしょ。 どううししてて書かれてないなんでしょう総理、もしも弾道ミサイルが飛んできて破壊された場合、何キロ圏までの計画を作成するべきなのか、教えてください内閣官房、内閣官房、大場内閣府審議官、えー。ブロック攻撃自体は、ブロック攻撃の手段、その規模の大小攻撃パターンなどにより、さまざまな想定があり得ることから、 国民保護措置の実施に関する基本的な方針を閣議決定した国民保護基本指針においては、着上陸侵攻、ゲリラや特殊部隊による攻撃、弾道ミサイル攻撃、航空攻撃の4つの類型を想定しておりますが、特定の定量的な被害は期していないところでございます。そして、弾道ミサイルなどの武力攻撃により、原子力災害が発生した場合については、あらかじめ地域を定めて避難等の措置を講ずるものとするものではなく、 事態の推移等を正確に把握して、それに応じて避難等の対象範囲を決定することとしております山本君えと。先ほどの内閣官房の方にお聞きしたいんですけれども、えー、と後半部分、よく聞き取れたんですけれども、えーとまあ、いろんなパターンがあるから、どういう状況になるかが分かりづらい、だから実際にそうなってみて、いろんな被害の状況を見たりとか、実測値を測っていきながら、 えーとえー、その避難の範囲であったりということを決めていきたいという理解でよろしいでしょうか、イエスかノーかでお答えくださいますか大場内閣審議事態、えー、の推移等をお正確に把握して、その対象範囲を決定するということでございまして、えー、例えばあの放射性物質のお放出の状況とか、 武力攻撃事態の推移とこれらにつきまして、えー、なるべく正確に把握して、避難闘争対象範囲を決定していきたいということを考えております委員長山本君。皆さん、分かりましたか、今のテレビをご覧の皆さん、要は、前もってのちゃんとした避難計画であったりとかっていうものは、うっすらしか存在してないということなんですよ。今言いました、事態の推移、この意味分かりますか、原発にもしも事故があったとしても、福島第一の、東電福島原発のような事故があったとしても。 そしてその他に今一番危険とされている安倍総理、そして安倍内閣が声高に叫び続ける中国、北朝鮮からのミサイルがという着弾が原子力施設にあったとして、被害があったとしても、これ、事態の推移、要は一度被爆させていただく、一度被爆していただくという話ですよ。実測値で測っていくしかないんだっていう話ですよ。こんないい加減な話あるかよって。 誰の税金で食べて、誰のお金でこの国会が成り立っていて、そして霞が関も、そして永田町もやっていけてるんだって、誰の命を守るんだっていう話でしょ、どうして真剣にやらないんでしょうね、こんな1日3億円近くかかる国会の審議って言いますよね、予算あの割っていったら、それを95日間も延長しておいて、で、実際その飛んでくるじゃなんだって言われてるミサイル、もしもそれが着弾した後の、 最悪のパターンというものを考えていないんですか、呆れてものも言えない、国民の生命、財産、幸福追求権、これを守れるとは到底思えない、何もやっていないに等しいと思います、先にいきたいと思います。主義ですかって話だと思うんです。 我が国を取り巻く安全保障環境、著しく変化してるんでしょ飛んでくるかもしれないんでしょミサイル。中国が、北朝鮮が、いろんな話をされてるじゃないですか。10分で到達、到達します。え、で、飛んできたときは何もできてません困りますよね、それ。本気で守も気あるんですかこの国に生きる人々の生命、財産。 幸福追求権守るんだったら、一番脆弱な施設、しかも各施設をどのように防御するかということを考えなきゃいけないのに、その逃がす方法も千分の一百分の一その程度の放出量でしかないなんて、これ、なんなんですか、意味が分からない、続けます、この先ほどお示しした質問収意書、避難計画、防災計画作成の必要性は、最大で何キロメートル圏の自治体に及ぶと想定していますかと質問しました。 でもこれ、答えなかったんですよ、おかしくないですか、何かあったときにどの範囲で避難するか、どのような方法で避難するかということは決められてなきゃいけない、国民の生命、財産、幸福追求権守るんでしょ、どうして書かれてないんでしょう、総理、もしも弾道ミサイルが飛んできて破壊された場合、何キロ圏までの計画を作成するべきなのか、教えてください内閣官房、内閣官房、大庭内閣府審議官。 ブロック攻撃自体は、ブロック攻撃の手段、その規模の大小攻撃パターンなどにより、さまざまな想定があり得ることから、国民保護措置の実施に関する基本的な方針を閣議決定した国民保護基本指針においては、着上陸侵攻、ゲリラや特殊部隊による攻撃。山本君。 ありがとうございました。やはり有事に備えてしっかりとシミュレーションするんだと、訓練もするんだという、えー、総理のお仕事、ちょっと垣間見れたような気がいたします。ではお聞きします、総理、さまざまな事態を想定し、各種シミュレーションを行っているそうでございますが、えー、仙台原発の稼働中の原子炉が弾道ミサイル等攻撃の直撃を受けた場合、最大でどの程度、放射性物質の放出を想定していらっしゃいますか。総理。誰 原子力規制委員会、田中委員長、えっと、ご質問ですが、航空機衝突を含めて原発が大規模に損壊した場合の対処施設は規制要求として求めておりますが、弾道ミサイルが直撃した場合の対策は求めておりません。 弾道ミサイルが直撃するような事態は、そもそも現職施設の設置者に対する規制により対処すべき性質のものではないと考えています。あの放射能が放出されるという事態は、従って、弾道ミサイルによって放出されるという事態は想定しておりませんが、仙台1・2号炉の適応性審査では、原子炉格納容器破損の防止、あるいは、 放射性物質が異常な水準で敷地外に放出されることを防止するための対策を求めると同時に厳しい事故を想定し対策の有効性を確認していますそれによりますと、えー、放射性セシウム137の放出量は仙台12号機の場合には約5.6テラベクルと評価しておりますちなみにこの値は 福島第一原発事故で放出された量の約千分の1以下ということになっております委員長山本君。はい、えー、ということなんですが、今の答弁、あまりにも長すぎて、テレビご覧の方、何言ってるか全く分かんなかった方、大勢いらっしゃると思います。要はシミュレーションしてないんだと、シミュレーションしないんだと、ということをおっしゃったんですよね、委員長ねか。弾道ミサイルが飛んできた場合、原子炉、その近くに着弾した場合。 もしもそれが破損した場合に、一体どのような状況になるか、その漏れ出すっていうものに対しては、そ,あのそれは計算されてないということですよね。で、今言われたものに関しては、いわ,われましたよね、福島の千分の一もちろん基準はあるんですよ、もしものことが起こった場合、千分の一だったり、百分の一とかっていう、うっすらとした、うっすらとした何かの基準は存在してるんです。だけど、皆さん、どう思いますか弾道ミサイルが着弾したとする。 そのほかにいろんなミサイルが着弾したとして、原子力施設破壊されて、福島の東電原発の千分の一の放出量で済むと思いますかっていう話なんです、思えませんよね、どうしてそれをしっかりと計算しないのかという話になるんですけれども、あまりにもひどくないですか、これってね、でこれ、質問集書でね、質問したんですよ。家庭の質問であり、お答えすることを差し控えたいっていう話なんです。 家庭の話っていうけれども、これ、やっぱり家庭の話っていうと、やっぱりこれ、答えるの難しいものなんですかね、総理、これはあのお伝えしてなかったんですけど、やっぱりそういう、何が飛んでくるか分かんないという状況の中で、家庭の話っていうのには、なかなかそれは答えづらいもん,なんですか安倍総理大臣、えー。この武力攻撃自体は、ですねその手段、えー、規模の大小、攻撃パターンが、 えまあ異なることから、ですね、えー、まあこれによる実際に発生する被害もさまざまであり、まあ、一概にえこれあのお答えすることはまあ難しいということでございます山本君。はい、まあ、一概に答えの難しい、家庭では答えられない、そしてこの安倍総理の名前でいただいた質問主義書でも、えー、家庭の質問であり、お答えすることは差し控えたいというようなお答えをいただきました。でも考えてみてみください今回の法案 中身、家庭や想定をもとにされてないですか、A 国が B 国に攻撃を仕掛けた、友好国の B 国から要請があり、審査要求を満たせば武力行使ができるの、できないの、これ、家庭ですよね、家庭でしょ、家庭でよくわからないとかってごにょごにょ言う割には、家庭でどんどん物事を作っていこうとしてるんですよ。 想定で、そこからシミュレーションしていって、物事を、えー、作り上げていくというのは当然のことだと思うんです、都合のいいときだけ、想定や仮定を連発しておいて、国防上、ターゲットになりえる核施設に関しての想定、仮定できかねますって、これ、どんだけご都合弾道ミサイル攻撃、航空攻撃の4つの類型を想,し想定しておりますが、あ特定の定量的な被害は期していないところでございます。 そして、弾道ミサイルなどの武力攻撃により、原子力災害が発生した場合については、あらかじめ地域を定めて避難等の措置を講ずるものとするものではなく、事態の推移等を正確に把握して、それに応じて避難等の対象範囲を決定することとしております山本君。 えと先ほどの内閣官房の方にお聞きしたいんですけれども、えーと、後半部分、よく聞き取れたんですけれども、えーとまあ、いろんなパターンがあるから、どういう状況になるかが分かりづらい、だから実際にそうなってみて、いろんな被害の状況を見たりとか、実測値を測っていきながら、えーとえー、その避難の範囲であったりということを決めていきたいという理解でよろしいでしょうか、イエスか農家でお答えくださいますか。大場内閣審議官 自体、えー、の水位等をお正確に把握して、その対象範囲を決定するということでございまして、えー、例えばあの放射性物質のお放出の状況とか、あ武力攻撃自体の水位等、これらにつきまして、えー、なるべく正確に把握して、避難等の対象範囲を決定していきたいということを考えております委員長山本君、皆さん、分かりましたか、今のテレビをご覧の皆さん、要は、前もってのちゃんとした避難計画であったりとかっていうものは、 うっすすらししか存在してないってことななとこんですよ今言いました、事態の推移、この意味分かりますか、原発にもしも事故があったとしても、福島第一の東電福島原発のような事故があったとしても、そしてその他に今一番危険とされている安倍総理、そして安倍内閣が声高に叫び続ける。